というわけでこんばんは。さて今夜からまた新しいホラーゲームに挑戦していくよ。その名も一人かくれんぼ。一人かくれんぼですよ。この夏も結局一人だったな。あれ？これはもう一人かくれんぼやるしかないんじゃね？みたいなね。かくれんぼも一人でできるんじゃねっていうね。まあそんな話だったかな。まあ嘘なんですけども。で、一人かくれんぼっていうのはですね、一人でなんかこうかくれんぼすると、怪奇現象が起こるというような、なんだろうね、都市伝説かなみたいなものなんですけれども、それを多分題材にしたゲームなんでしょうね。とりあえずやっていきましょう。スタート。これどうなんだろうな。ねえねえ、知ってる？一人かくれんぼの噂。知ってる。確か幽霊を呼び出してかくれんぼするってやつですよね。夜中の2時くらいにぬいぐるみの綿抜いて、米を詰めて、自分の血を入れて、そのぬいぐるみに包丁刺して、次はぬいぐるみの鬼って3回言って、その後隠れてると、幽霊が現れるっていう。その通り。幽霊を見たことがない人でも、見れちゃう強力な高齢術らしいわ。そうなの。一人かくれんぼね。なんかどう短くないや、葵ちゃん。やっぱどう短くない？気のせいかな。でね、ネットで実行した人の検証例が載ってるんだけど、なかなか怖そうなのよ。YouTuber も何人かやってるよね。ぬいぐるみが置いた位置から動いたり、テレビが消えたり、幽霊が立ってたり、深夜に見てブルッと来ちゃった。でもっと、その一人かくれんぼをオカルト研究部で実行しちゃうというわけですな。オカルト研究部だったんかい。いや、髪の毛赤で赤根で、緑色で緑ってどうよって感じなんだけど。その通り、これまでいろいろな高齢実験や心霊スポットに行ったが、未だ心霊体験なし。心霊体験って、あります？私は割とあるけど、それはまた別の機会に話そう。そんなおかげに新たな希望、一人かくれんぼは初の心霊体験になると思うのよ、絶対。なんかうさんくさいな。あれ、葵ちゃんだけ髪の毛金髪なのに葵なんだね。どうせネットの情報なんでしょ？その遊び、やったらダメだよ。本当だよ。ねえ、これ見てる君もやっちゃダメだぞ。ユリカ、ぬいぐるみや人形には昔から魂が宿ると言われてるの。それを傷つけて自分の血まで入れるなんて罰当たりなことをしちゃ絶対ダメだよ。そうだよ。しちゃダメだって言われてることはやっちゃダメだよ。わお、神社生まれは言うことが違いますな。でもそんなユリカ先輩が言うんだから、絶対に何か起こりますね。やろうよやろうよ。ユリカが言うならちょっとは真実味あるかもね。神社生まれがいるから大丈夫的なことだろ。てか、一人かくれんぼの後ろのこの掲示板、やべえよやべえよって。あのネタじゃないか。じゃあ決まり。確か葵の家族って昨日から旅行だったよね。え？私の家？こういう設定よくあるけどさ、なんかこう、家族一人置いて、他の家族全員が旅行に行くってそんなことあんのかな？ダメよ、葵ちゃん。葵先輩のお家到着。もういるんじゃね？この雰囲気。本気でうちでやるの？もちろんじゃない。ほら、できたぬいぐるみ完成。ぬいぐるみから作ってんの？ぬいぐるみの準備をしたってことね。もうぬいぐるみから一から作ってんのかと思ったよ。これに包丁刺すんだよね。このぬいぐるみ、葵ちゃんの古い感じだね。ふわー、もうすぐ、ふわー、どうしたんですか？ぬいぐるみ、落としたんです。さてと、じゃあ帰ろうか。一緒にやるんじゃないの？本当だよ、言い出しっぺやれよ。一人じゃないと一人かくれんぼにならないでしょ？ちゃんと始めたら報告してね。おめえがやれよ、本当に。なんだよ、あかねちゃんの好感度激下がりだよ。頑張ってください、先輩。チャット。これなんて読むの？ラネ？ラネ？レーネかな？葵ちゃん、行きますよ、ゆりか先輩。おい、ちょ、こら。ほんとだよ、言い出しっぺがなんでやんでんだよ。いやー、始まったな。
一人かくれんぼを進めよう。気になるところをタップ。アイテムを2回タップすると詳細。アイテムを表示しながら別のアイテムを選択してもう一度アイテムを押すと合成。体力ゲージが0になるとゲームオーバー。気をつけて進もう。ああ、結局落ち着けられて一人かくれんぼ始めちゃった。落ち着けられてもこんなことしちゃいけないと思うぞ。ぬいぐるみ包丁刺してジョンの鬼って3回行って浴室に置いてくるのがやり方だったよね。あとはこうして隠れて幽霊が出てくるのを待つと。もう始まってんのか。ちゃんと始めた証拠に一応写メ撮っとこう。今時写メって言う？通じねえって話聞いたよ、写メって。全く、あいつらがぬいぐるみを作ったのになんで私が隠れなきゃいけないんだ。本当だよ。あいつらやればいいんだ、あいつらが。それにしても実際やってみると雰囲気あるね。本当に幽霊見れるかな。写真を撮った。お、なんかメッセージ来たんじゃねこれ。ジョンを包丁で刺して始めたよ。待ってました。おお、雰囲気あるじゃん。ジョンって何？笛怖そう。ダメって言ったのに。ちゃんと塩水持ったの？塩水？なんで？ジョンはぬいぐるみの名前だよ。塩水を口に含んで移動すると幽霊に見つかりにくいらしいけど、らしいよ。作って台所に置いといたけど、まさか。塩水がないと移動ができないだと。なんじゃそのルールは。知らなかったの？押し入れに隠れるときに、塩水を口に含んで隠れるんじゃなかったっけ？本当だ、調べてみると、塩水を口に含むと幽霊に姿が見えづらくなるって。なんだかゲームみたいだな。仕方ない。取りに行くか。まだ押しちゃった。あれ、テレビ消えたんじゃね？テレビ消えた？確かテレビが消えると幽霊が来た合図なんだっけ？いや、ちょっと待って、テレビ、今時のテレビ、砂嵐出ねえって。じゃあもう部屋に、こんなに早く現れるもんなの？やっぱ一人じゃ嫌だな。もういるじゃん、これ。とりあえず、茜たちに、誰なの？霊なの？写真撮るってのはどう？幽霊なんかいる。黒い影みたいなの。塩水の近くにいるんだけど、どうしよう。マジで目の前にいるの？バレてないの？喋れない？喋れない？葵ちゃん、そのまま通っちゃダメ。確かに葵ちゃんの家から何か気配を感じるかも。身代わりになりそうなものはない。一度だけならそれを使って目の前を通れるかも。ウィーカ先輩のレーダー来た。遠方からでも感じ取れるんですか？本当に。自分が関わってないと。このストラップ身代わりにできんじゃない？ストラップ人形が身代わりになってくれた。やったぜ。やっぱり今日も冴えてんな。こっからどうすんの？また隠れんの？隠れてても何もねえんだけど。あれ？ランドセルさっきあったっけこれ。私のランドセルだ。どうしてここに？そういえば昔はお母さんの田舎の方の学校に通ってたっけ。あれ？これリビング以外は移動できないの？廊下へのドア開けると見つかりそう。出れないのか。ちょっと待って、今気づいたけど体力減ってね。開けても何もないのか。テーブルも何もないね。一旦隠れるか。お？ステージクリア？水取っただけでクリアなの？こうやってステージクリアして朝を迎えようみたいなことなのかな。よくわかんないですけど、始めてしまいました。それではまた、次の夜に。